はい。こんにちは。レトスのものです。今回なんですけども、令和5年の本試験、え、問4の、総裁できるかできないかっていう問題について解説していきます。で、この問題なんですけれども、2つのポイントが頭に入っていれば、これ答え導くことできるんですね。これ組み合わせ問題なんですけども、2つのポイントさえ分かっちゃえば、これ解けちゃうっていう話なんですね。すべての選択肢の答えが分かっちゃうよっていう話です。で、 まず一つ目のポイントなんですけども、一つ目のポイントはもう丸暗記でいいもの。で、二つ目のポイントは、まあ、丸暗記でもいいけれども、まあ、理解しておいたら答え導けますよねっていう話です。一つ目の覚えておくべきポイントというのは、自動債権について、弁済期が到来していること。二つ目の覚えておくべきポイントっていうのは、弁済期の定めがない債権については、弁済期は契約成立時なんだということです。まず一つ目見ていきましょう。 自動債権が弁債機にあることですね。これはもう弁債機が到来しているっていう話なんですけれども、今回の問題文を見ると、A が一方的な位置表示により、交債権と落ち債権とを対等額にて総債できないものを掲げたものは、まあどれかっていう話ですよね。なので、A から総債させてくださいって言っているって話なんです。つまり A が持っている債権、つまり交債権、これが 自動債に当たるんですねで逆に「落債権」相手方が持っている債権が自動債権となりますで自動債権について弁債期が到来しているということはこの債についいいてて弁機が到来しているととうことなんですねつまり A さんは B さんに対して貸したお金返してくださいって言える状況もその言える時期がもう過ぎちゃってるんだっていう話です つまり B さんの立場から考えると期期限限過過ぎぎてててるるよよ返済期限過ぎているよっていっう意味なんですねここ理解しておきましょう A さんが持っている債権の期限が到来しているということはつまりこの債権が弁済期にあるということは B さんはもうすでに返済期限過ぎちゃっているよっていう話ですなんで B さんはもう早く払わないといけないっていう状況なんですね これが自動債権について、弁債期が到来しているっていう話です。これを満たせば A さんは、総裁を主張して、総裁することができるっていう話なんですね。この B さんの債権が期限到来してようがしてまいが、もうこれ関係ありませんよっていうことです。で、もう一つのポイントが、弁債期の定めがない場合、つまり、この高債権について、返済期限決めていなかったっていう話です。この場合、 弁済期はいつになるのかつまり B さんが支払わなければいけない。まあ、返済しなければいけない時期っていつになるのかという話なんですけれども、これは契約成立時なんですね。契約した時なんです。ここ注意してもらいたいのが相当期間経過した後じゃないんです。この相当期間経過した後っていうのは何の時期かというと、これは B さんが債務不履行に陥る時期なんですね。つまり弁済期と B さんんがが債務不履行に陥る時期が違うんですよここは注意していただきたいところなんですけどもそもそもこれ理解してほしいところで言うとこの弁済期っていうのは B さんから見ると返済しなければいけない期限ですよね逆に A さんから言うと権利行使できる時なんですつまり請求できる時ってことですよねでここは頭に入れておいてほしいところなんですけども消滅事項の起算点 消滅時効、いつから進行し始めるんですか。この起算点っていうのは、権利行使できる時が起算点なんですね。ということは、この弁済期っていうのは、消滅時効の起算点と同じ時期なんだと。同じ時なんだっていうのがわかりますよね。で、ここは消滅時効の起算点の話なんですけれども。弁済期の定めのない債権について、消滅時効の起算点って契約成立時なんですよ。 つまり、この知識を持って答えを導く。つまり、弁済期の定めのない債権の弁済期は契約成立時、契約時なんだ。このように答えを導く両方もあるんですね。まあもちろん、そのまま丸暗記しててもいいんですけれども、こっちの知識があったら答えをこう導けるっていう話です。まあこれも理解学習の一つなんですね。 ここまでがポイントの解説なんですけども、おそらく今聞いた内容だけで、今の2つの内容、理解できる方ってまあ少ないと思うんですよ。なので、おそらく何回かこの動画を見ていただいて、理解ちょっと深めてください。誰でもこれ1回で頭に入れるってことはできませんので、ちゃんと順を追って、一つ一つ頭に入れてください。で、続いて、これは選択肢のアーですね。選択肢のアーの後半部分なんですけども、 弁債期期到来前にに A が B に対ししててて限のの利益をを放棄すするる旨の意思表示をしたオツサイケンって書いいあるじゃないですかちょっとこれについて解説します。まず、オツ債権って書いてあるので、もうこのこと言ってるんですよ。で、これは、弁債期到来前なんだっていう話ですね。この弁債期到来前っていうのは、A さんはまだ払わなくていいですよ。返済しなくてもいいですよって話ですよね。弁債期っていうのは、 まあこの債権で言ったら債務者は A さんですよね。債権者は B さんですよね。債務者である A さんはまだ払わなくていい。例えば返済期限が10日後とか。まあ、そういったイメージです。で、その状況で A が B に対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をしたって書いてあるわけです。これどういうことかというと、今言ったように A さんは弁債期まではお金払わなくてもいいって話ですよね。今の具体例で言うと10日間ですよね。 10日後に返済期限となっているわけだからその10日間までお金を払わなくてもいいこの利益のことを期限の利益と言いますでこれを A さんが放棄したっていうことは返済期限は10日後なんだけどももうそれよりも早い段階で返済するこれが期限のの利益の放棄なんですよ今回自動債権はこっちって言いましたよね。 つまり A さんから総裁させてくださいって言っているっていうことは A さんからもう弁済させてくださいって言っているのと意味合い的には同じなんですねつまり返済期間は10日後だけどももうそれより早い段階でもう弁済させてくださいって言っているって話なんです払わなくていい期間10日間これは自分の権利ですよね利益ですよね利益なんだけれどももうその利益はいりませんと あと10日間払わなくてもいい利益あるけども、それをもう放棄します。これが期限の利益の放棄ということで、で、今回 A さんが弁済できるかどうかっていうのは、この A さんのこの自動債権が弁済期に到来しているかどうかが問題なので、まあ今言った内容は全然理解していなくても答え導けるんですが、 一応頭に入れておいた方がいいです。理解しておいた方がいいです。今回の問題ではこれ分からなくても解けるんですけれども、一応これも頭に入れておきましょう。これからの試験の中で出てくる可能性ありますので、頭に入れておいて、今回の問題で言うと、この自動債権である公債権について、弁債起が到来しているかどうかを確認すればいいだけなんですね。で、あの、細かいことを言えば、相殺適上、総殺できる要件っていうのは、まあ、細かくいくつかあるんですよ。 例えば同種の債権であることとかってあるんですけども まあ、あんまりそこ疲れることはないんですね。まあ、今回はどちらも金銭債権ですよね。これ貸金債権同士だと思うんで、これ総裁できます。例えば、これ貸金債権と引き渡し債権とか、まあ、そういったものはこれ総裁できませんよって話なんですけども、まあ、そんなん当たり前じゃないですか。どうやって総裁するんだって話になりますので、まあ、これ同士の債権だから、まあ、総裁適常の一つの予言も満たしてますよっていう話ですね。まあ、その他もあるんですけども、ちょっとここは省略して、まあ、今回はこの 公債債権権が自動かかどうかで、あることを確認していきますで、まず、あですね。ああは、弁債期の定めのない、こ債権。これ、弁債期の定めがない。これは、いつが弁債期かっていうと、契約成立時ですよね。ってことは、もうすでに、もう弁債期、到来しているわけです。だから、これ、総裁できますよね。A から総裁主張することができますよ。っていう話です。だから、あは、総裁できるです。で、E。E は、 え、弁裁期が到来している交際権。もうこの交際権、弁裁期到来しているって書いてあるわけだから、これ、もう相殺できますよね。で、続いて、う。これも弁裁期の定めのない交際権。これは、アーと一緒ですよね。アーと一緒なので、これも相殺することができる。じゃあ、A はどうなのか。A は弁裁期が到来していない交際権。ということなので、A は相殺を主張することができない。つまり、相殺できない。とまあいうことなので、A だけが相殺できないが答えになると。 まあ、いうことです。なので、まあ、この問題解くだけであれば、はじめに言った2つのポイントが分かっていれば、まあ、答えを導けるんですけども、まあお、大体ですね、おそらくこの辺って忘れちゃってる人多いんですよ。で、忘れちゃっていたとしても、ここが頭に入っていたら、こっから答えを導くことができるという話なんですね。 つまり答えを導くルートが2つあるっていうところがすごく重要なんです。もちろん丸暗記で答えパッと導くっていうのでもいいですし、忘れたとしても、ちょっと考えて答えを導くこともできるルートがあると、まあ、この問題だけじゃなくて、まあ、他の問題とかでも、そのように他のルートから答えを導くってことも可能になったりするんですね。これも理解学習なので、ぜひ日頃から理解すべき部分は理解をしておく。意識して勉強していただければと思います。 そして弊社の個別指導では、こういった理解学習を行っております。なかなか自分自身で理解するの難しいな。どうやって応用を聞かしたらいいかわからない。引っ掛け問題に引っかかってしまう。なんか見たことがある問題だけど、これまで頭に入れた知識を使って答えることができない。そういった方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。10月31日までが個別指導。一番安い価格でご提供させていただいている時期なので、最安値の時期なんですね。 なのでこの機会にお申し込みいただければと思います今からであればあなたに来年合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいですあなたの受講をお待ちしております宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう